巨人の山崎伊織投手、25、が26日の DNA 戦、横浜、に先発するも3回途中4失点に終わった。序盤の大量援護に報いることができなかった。2軍再調整を経て13日のヤクルト戦以来のマウンドとなった山崎だが、序盤から安定せず、初回の攻撃で一挙3点の援護点をもらってマウンドに上がると、 初回こそ一死二塁のピンチを無失点に抑えながらも、さらに三点の追加点を奪って6の0とした2回には先頭の宮崎に右翼席へのソロを被弾。3回には宮崎、桑原、伊藤光に敵地打を浴びて三点を失い、大量リードから一点、一点差にまで詰め寄られてしまった。ここで安倍監督も我慢の限界を迎えてマウンドへ。 交代を告げられた山崎は涙を我慢するような表情を浮かべながらベンチへ。気持ちだけはしっかり持って頑張りたいと思います。もう一度投げられる機会をいただきましたし、結果で返していくのが野球選手だと思うので、結果で返せたらいいなと思いますと意気込んでいた右腕だけに悔しい結果に終わってしまった。